動画をご覧いただきありがとうございます。新山するでございます。はい、今日の動画なんですけれども、今日はですね、練習する動画でございます。はい、最近ちょっと出してなかったんで、いろいろと練習をします。はい、まあ練習といってもいろんな目的の練習があると思うんですけど、僕の場合はですね、まあ、比較的演奏するのが、まあ、個人で演奏することが、まあ、個人で演奏というか、まあ、誰かと一緒にもちろんやるんですけれども、まあ、一人で完結できるスタイルでやることが多いんですよね、ソロとか。はい、なので、まあ、いろいろなこう演奏の、ね、表現をできるためにいろんな方法で、まあ、いろんな練習方法をやってるんですけど、まあ、基本的には、まあ、いろんなその出てきた曲の技術的に、曲によってその技術を吹けるように、まあ、いろいろ高い音だったりとか、いろいろ跳躍だったりとか、いろいろあると思うんですけど、なので、まあ、リップスラーをはじめいろいろな練習法をしたりはしてるんですけれども、まあ、時々ね、いろんなジャンルの練習方法っていうのを取り入れてみてるんですよね。例えばですけど、クラシック的な練習法だったりとか、ジャズ奏者的な練習方法だったりとか、ラテンだとか、はいろんなジャンルのトランペット奏者の方がいらっしゃると思うんですけど、なので様々なそのジャンルによっても練習とする、まあ、基礎練習の方向性だったりとか目的っていうのも異なるので、まあ、僕の場合はいろんなところをごちゃ混ぜにやってるような感じで、まあ、何より僕自身が出したい表現っていうのをするっていうのが一番のメインなんでね。はい、なので自分自身がこう表現したいけどできない場合はそれを練習してできるようにするみたいな感じでございます。はい、まあ、ちょっといろいろ吹いていこうかなと思います。はい、ウォーミングアップはさっきちょっとねレッスンがあったんでやったんですけど、まあ、ちょっと練習という感じで、はい、最近ちょっとトリプルタンギングとダブルタンギングをね、円滑でできるようにちょっと練習する機会が、はい、増えてますね。基本はなんかチューニングベイを中心に行ったり上行ったり下行ったりとかっていう感じですかね。まああまりこう極端なことはやらないんですけど、うん、なんかその時に自分で思った表現を出してみて、それができなかったらもう一回繰り返すみたいなのやってますかね。
独創的な練習ですけど、だから別に楽譜も何もないんですよ今。というわけで、まあいろいろただ吹いてるだけなんですけどね。ただ吹いてる練習動画を上げるのもどうかなと思うんですけれども。はい。まあそうですね。まあいろいろ、まあ日々こう実験実験でいろんなことやってますけどね。うん。もうとにかく、もうその日によってできることってやっぱ異なるんでね。はい、やってますけど。はい、というわけで、まあいろいろと練習をしていこうかなと思います。はい、まあさまざまな、質問を受ける中でね、少しでも皆さんにためになるような動画をこれからも出していこうと思いますので、今日はちょっと久しぶりに練習動画って感じで、ネタが切れたわけじゃないんですけれども、はい、まあたまにはいいかなと思って、はい、時々今僕の練習風景というのもこういうふうにアップしていこうかなと思います。はい、というわけでじゃあいつものやつやってお願いします。さあ、いけるかな。もうこれやるって決めたんでね、やっぱ頑張ってやり続けますよ。よし。あれ？ほっ。いやー、きついね。